どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、三軒茶屋にやってきました。このチャンネルではあまり紹介してないジャンル、ラーメン酒場さん、今日ご紹介したいと思いまして、レンゲのごとく酒場さん。でこのレンゲのごとくというお店は渋谷にもお店があって、看板メニューが対空担々麺。もともとはラーメン屋なんですけども、ここの三軒茶屋のお店はその対空担々麺を看板にした、酒場のお店でございます。昼間は西荻窪のさ、がっつりとしたうどん食べて、ちょっと時間が空いて三軒茶屋に移動して今ここに来てると。一日中食ってばっかだなっていう、ね、本当ですよ。でゆっちゃんの胃袋はどうなの？もうお腹減ってます。もう減ってる。減ってます。さっき1キロちょっとね、うどん食べてたけど。食べたんですけど、やっぱりお店の前に来るとお腹減っちゃいますね。俺はね、今お腹がね半分ぐらい埋まってますね。たまにさ、俺の年齢忘れてるよね。俺も40代だからな。そうか、なんか同じ世代ぐらいかと思って、いやいや頼むぞ本当に。今日は平日でしょ。17時から19時までハッピーアワー、1杯200円です。安すぎっすね。で今の時間が18時過ぎ、ハッピーアワーです。ただ金土日祝前祝日はノンハッピーだそうです。だから金曜日だけやってないっていうのは、これちょっと要注意でございます。ハッピーアワーで、はい、僕はハイボール。ハイボールだとここなんてます。白杯、生生姜ハイボール、特産ハイボールがハイボールです。じゃあ生生姜ハイボールを。国産レモンサワー。特産レモンサワー。冷やしだしピーマン、自家製肉汁シューマイ、ごまカンパチ。それそれで、はい、ありがとうございます。お願いします。でも結構渋いメニューいきますね。つまみでだしピーマンってさ、おつじゃあんまり他の店にもないと思うし、ちょっとなんかおっさん感が出ちゃった。で改めてメニューなんですけども、この右側にある3つが三大名物になってるみたいで、ちょっとまだここは注文してないんですけども、薄皮一口焼き餃子、特製黒酢よだれ鶏、それからレンゲ酒場のもつ煮込みと、でその他のメニューのラインナップがこんな感じになってます。はい、レンゲのごとくさんのロゴがなんか孫悟空みたいなね。初めて見たね、餃子の均等。そうですよね、これしかもラーメン食べてますし、ね、ちなみにレンゲのごとく酒場さんのおしぼり温かいです。珍しくないです、このパターンで温かいのはなかなか。それじゃあ失礼します。久しぶりに待望の顔吹きシーン。酒場ですからね。乾杯です。乾杯です。いっす。生姜すげえなこれ。美味しい。さっぱりとした生姜だけど風味がいいね。ということで冷やしだしピーマンやってきました。ピーマンにこのだし汁が結構染みてるようなおひたしみたいな感じかもしれません。いただきます。すごい、うん、おー、すごい、中にだし汁がすごいやっぱ染みてたわ。お酒と合います。どちらかというとこれが夏にいいかもしれないけどね。来ました、ごまカンパチ。カンパチの実に自家製の練りごまがこう入られてるっていう商品でございます。うわ、もう箸で持ち上げただけでごまのすごいいい香りが鼻にきて美味しそうです。うまっ。練りごまが結構甘いね。香ばしさもあってカンパチの身もね、もうプリプリで美味しいですよ。でこのレンゲのごとく酒場さんもさ、パイクー担々麺が看板メニューだから、うん、担々麺でごまを使うじゃん。あ、そうですね。そうだから多分それ関係してるかなと思うんだよね。そういうことか。で一緒にこうやってほらガリが、まあ、口直しかな、どうなんだろう。うん、うん、で生姜に生姜をね。であとさ、ハッピーアワーだから200円なんですよ。ぐいぐいいっちゃいますね。特製黒酢のよだれ鶏、レンゲ酒場のもつ煮込みを。はい。おー、断面がどうなのかなっていう。おお。ちょっと待ってです。中がすごい具が、ほら。すごい。椎茸にタケノコかな。具がゴロゴロ入ってて、お肉もすげえなんかジューシーさが見てるだけで伝わってくる。このシューマイはすごいね。めっちゃ粗挽き で肉汁広がり、タケノコシャキシャキがもうすごい。これ何気にこのシューマイの皮も美味しいわ。へえ、うん、うんうん、ボリュームもあるからいいですね。いやこれはちょっとうまいな。おお、
まあこれ進むな。もうさ、2021年も終わりだからな。まだ早くないですか。11月ですよ、まだ。まあまあまだね。いやでももう2021年も終わりかなっていう。いやどんだけ思いにふけてるんですか。ほら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 、よだれ鶏のこの特製黒酢、社長の実家の特製らしいですよ。調べてるね。調べてますよ。ああいい香り。これはこの黒酢をお湯で、うわかけちゃいますね、うん、あとちょっとねピリ辛がね、辛みもあるんですよ、うんうんうん、芳醇な香りにコクが強い黒酢で、若干酸味が残り、お肉がすごいジューシーで美味しい。で2杯目は自家製漬け込み焼酎、また自家製です。ちょっとこの店は自家製が多いな。俺を逃がしてくれないね。勝手にハマってるだけです。黒糖紅茶中水割りで、はい、これはあれですよね、ハッピーアワーじゃなくて、まあ、この価格ですけど、ね、そうです、はい大丈夫、はい、いやこれちょっと初めて飲むね。おお、甘さはさっぱりとしてて、で後からまあね、こう焼酎のこう感じが来るんだけど、なんか飲みやすいなこれ。そうなんだ、うん、あでもやっぱり来るね、ガーって。おー、器が結構熱いからグズ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 ってるの、うわー、うん、おーすごいすごい、わプルプルだな。あ、うまっ、これもつ煮込み絶対食べた方がいいね。三大名物は一つですか。あ、うめえ。これちょっと危ないね。危ない、全然ラーメンに行けないよ。そうそう、脇さん。酒のつまみからサイドメニューがうますぎて、これどうすんのみんな、ラーメンの。なかなかラスボスにたどり着けないみたいな。チャンネル登録よろしく。毛沢東唐揚げなんですけど、個数は4つですか。そうですね、半分にさっきしてくれるって聞いてたんですけど、はいはい、ハーフサイズみたいので唐揚げ4つを2個にして半額とかでも大丈夫なんですか。全然大丈夫です。ナス餃子とか1本丸々使っているものでなければ、はい、どのメニューでも半分に。あ、そうですか。そしたらラーメンいけますね。そうですね。あ、最後に気がつきました。毛沢東唐揚げのハーフサイズを、ハーフサイズ、はい、少ない量を種類多く食べられて、最後パイクー担々麺で締められる。そのパイクー担々麺もシェアしてもいいし、これがレンゲのごとく坂間さんの攻略法でございます。あ、来ました。上に毛沢東ってちょっとしびれる感じのスパイスが、はい、あ、いいですね。よくマヨネーズが合うので、はい、一緒に合う。はい、じゃあちょっとね、香りは伝わらないんですけれども、すっげえこのなんかね、スパイスの香り食欲出てきますよ、この香りは。うん、最高にうまい。揚げたてだからハフハフで、このスパイスいろんなの入ってるね。こんなの確実に合うわけじゃん。いやこれはやばいな。 でちょっとこれフレークのところもマヨネーズでこうやって絡めて、これマヨネーズを生かしてつけるんです。そう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 、うまっ。もう一発目からマヨでいった方がいいと思う。いやワッキーさん、本当っすか。本当だよ、俺はよくつかねえぞ。うま絶対頼んだ方がいいですね、これは。俺と同じこと言ってんじゃないかな。うますぎる、これ。で、ここからいちこさん焼酎。その言い方も俺の真似してるな。ああ、山椒効いてますね。俺の真似だろ。なんか俺をバカにしてんの。いやいや、バキディビリスペクト。噛んだぞ、今。噛みやがった、こいつ。絶対これはお前、俺をバカにしてんの。パイクー担々麺を一つでちょっとシェアして、辛さが少なめ、普通多めで、じゃあ多め、一番辛いので、でごまも多めで、はい、でご飯がラーメンにご注文された方1人1杯ずつ無料でお付けできる。あ、ご飯無料でつくんですか。じゃあお願いします。ご飯無料だけじゃなく高菜までついてる。めっちゃ美味しそうだよこれ。高菜もねご飯合うからね。おー、結構大きな丼ですね。ということで、レンゲのごとく酒場さんの看板メニュー、パイクー担々麺やってきました。辛さレベルは、最大で、ごまも量多めにしてもらってます。麺は細麺でいいじゃないですか。でもこの時点でごまの香りがね、すごい鼻にきます。めちゃめちゃきます ね。そうだな、パイクー、これあの豚肉を揚げてるやつですね。薄じゃあ残りほら、いいよ。え、これいいんですか。いいよいいよいいよ、全部。おお、辛いけど全然大丈夫です。あ、本当ですか。うんうん、うん、お、皮カリカリ、うんうんうん、スープと麺は、まあ、辛みがあって美味しい。パイクはうめえ。
麺揚げた時のごまの香りがすごいな、うん、で、俺がやりたいのはこのパイクとご飯なんです。あ、これはうん、うん、これは頑張って運動しないと太っちゃうぞ。お、大丈夫かそんな一気に。うん、ね、ごまの香りいいし。トカゲさん、ここごまが、この塊がありますね、この。おー、どうしてくるの。ごまのペーストで米をいくと。うん、だったらね、うん、口にね、黒ごまついてる。はい。いや、食ったね。食いましたね。腹パンだよ。最高です。で、他のお客さんとかいろいろ見てると、ラーメンだけすすりに来てるお客さんもいたし、女子2人とかがいたね。結構多かったっすね。結構多かった。いや、それにしてもさ、ラーメンにたどり着くまでさ、結構寄り道したね。すごいっすよ。かなり食べちゃいました。もうせっかく来たからね、もう食べちゃおうということで、お酒のつまみからサイドメニュー、どれも美味しかったです。レンゲのごとく酒場、三軒茶屋駅から徒歩 4,5 分の場所にあります。渋谷にも店舗があるんですけれども、こっちの三軒茶屋の方は酒場がついてるお店で、お酒のつまみとかサイドメニューと合わせてパイク担々麺を楽しむお店となっております。三軒茶屋にお越しの際はぜひ。そして今回のコメント紹介は、いちごキャンディーさん。最近ワッキー TV にドハマりしすぎて YouTube ばっかり見てます。娘や息子からは、あんなにテレビっ子だったお母さんが YouTube に夢中になるなんて時代は変わったなぁと驚かれてます。この方はお母さんなのね、うん、ワッキー TV が時代まで変えたんですね。すごい、めちゃめちゃ大事になってますけど。まあ、まだまだね、チャンネル登録者数はそこまでなんですけどね、ハマっていただけてるって嬉しいですよ。このように毎回皆さんからのコメントをご紹介しております。コメント、それから高評価、よろしくお願いします。いや、それにしてもさ、三軒茶屋も店が多すぎ。いや、誘惑すごいですね。誘惑が多いよ。どこを見渡しても飲食店です。いや、もう行っちゃいます三軒目。いや、ダメ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 。あ、でうちはこれはしごしてんだよ。そうです。いや、まだほら、時和亭とかさ、日高屋とかあるしさ。ダメだこりゃ。時和とか言いながらめっちゃ見てるじゃないですか。帰るぞ帰るぞ。これ野郎ラーメンもあるし。ダメ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 。さ、今日はですね、ちょっと珍しく一人でとある焼肉屋に今向かってまして、あの肉マニアと言われている、もうこのいでたちからちょっと普通の人じゃないなっていう。そしてなんとオーナーの新井さんがいらっしゃいます。どうも。いい見た目で分かる。これはすごいな。これは何、レモン何コンフェス食べてるの。普通の方こういう方しないです。そしてなんと温度計が出てきました。もっと肉に刺した。そしてダクトをちょっと上げて、そして蓋をする。さすが肉マニアですよね。全然違う。